ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。瀬尾です。富崎人です。はい、ということで、瀬尾編ですね。はい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 、はい、いや今終わったとこよ、ね、うん、いやいや、昨日はいやいや、あの先と編でしたけど、連続で撮っとるな。全然連続で撮っとる、はい、今日は瀬尾編で、はい、いや、やっぱこうテレビみたいにね、意識していかないといけないんで、そういうのは確かに、ね、まだこのつながってるからこそ、うん、やっぱしっかりね、先と編もしっかりまずそっち見てからこっち来ていただけると、ね、助かるんで。あ、まあ確かにね、はい、結構文脈あるんでね、うん、結構つながってるよ、はい、うん、あ、だからそれで言うと、うん、それで言うと、あのカブトムシの話しましたけどあの、カブトムシの話っていう 題名あれカブトムシの話しましたけど、もしかしてだけど、うん、題名それ、うん、タイトル入れといて、うん、動画のタイトルにカブトムシの話入れんわカブトムシの話しましたけど、うん、あのカブトムシ捕まえに行ったり、普通ね、だから網とかで捕まえるんかなって思ったら、あの木をこうやって捕まえるんやって言って、木バンバン蹴って捕まえてたんですけど、あれ静岡の人みんなそれでやってるんですか？いや、正直そう正直そうやったな。そうよ、そうやで、知らんの？正直そうだ。いや、まあそんなアナログ、いや、もうちょいやるやろな。いや、ちゃうカブトムシは普通に木蹴ったら落ちてくんねん。いやいや、落ちてこうへんやろそんな。いやいや、そうなんや、そんな揺れへんよ木。全然一匹も落ちてこんかったよ。いやでもカブトムシって結構高いところにおるんですよ、だから、うんうんうん、網じゃ届かないの大抵は、まあね、だから まずは蹴るっていう。いや、ちゃういいのよカブトムシの話は。え、これ、ね、めっちゃみんな共感したってこと、静岡の人。いや、さすがにそうじゃない。ちょっと僕はよう言ってましたよ、カブトムシ、うん、そうなの、結構あるよ。え、いいね、カブトムシはね、はい、コメント欄でね、ちょっとこの投票とかもしたいですけど、ね、どっち派なんか、投票はしません。蹴る派なんか網派なんかね、気になるとこであるけど。いや、蹴るでしょ、まずは。そう、だからいいのよ、そのいいのよ、すの蹴るでしょに言っちゃうから俺は。ってからいいのよ言っちゃうのよ。まあええか、はい、はい、で、あの前も言いましたけど、はい、ツイッターにね、あの画像を載せてるんで、今回は瀬尾編のあの画像が載ってるんで、あの図で、フォーメーション図で見たい方はそちらでね、見ながら聞いていただければなと思いますけど、はい、まあね、ラジオなんでこう聞き流して、なんか作業しながら聞いてくれればなと思います。お願いします。はい、はい、ということでやっていきましょう。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。Radio 11。チャンネル登録してない人に厳しい審判。あ、そこの君、はい、チャンネル登録してないよね。はい、もう今すぐして。はい、今すぐ。あ、しーひんの。はい、じゃあはい。レッドカード。うん、退場して。うん、もう立ち去って。あ、チャンネル登録するならいいけど。うん。チャンネル登録だけはしてね。うん、ありがとう。はい、ということで、エスパルス開幕スタメンの、予想スタメンと希望スタメンですね。はい、二つ。はい。はい。あの、前回のね、見てない方は、その1個前の先と編から見てほしいんですけど、これ予想スタメンと瀬尾くんの希望スタメンで2つ出ますんで、そんな希望してんのか、なるほどな、はい、ファンでもないんですけど、はい、うん、なんで、まあどっちかっていうと希望スタメンの方がケチつけやすいかなっていう感じがしますあのこれからね、ケチつけようと思ってる方はぜひそちらでお願いいたします、はい、まあ、予想スタメンもね、そのいや全然見てないやんみたいな、そういう、ね、あ、確かに分かってへんやんみたいなのありますから、ね、うん、見てたら分かるやろそれぐらいみたいな、そんなんもね全然お待ちしてますよ、うん、確かにね、こんな左サイドバックはないやろとかねないな、それはないな、ないな、はい、じゃあちょっとね、瀬尾くん予想スタメンからお願いしますよ。はい、
まあバーっと、はい、じゃあまずゴールキーパー権田選手、はい、はい、フォーバックセンターバックは高橋選手、鈴木選手、高橋選手が左ですね、はい、おお、なるほど。でサイドバックは左が山原選手、右が岸本選手、はい、おお、はいはいはい。で中盤は、アンカーに松岡選手、はい、インサイド左神谷選手、右白崎選手、はい、はい、で左のウイングにカルリーニョス選手、右に、はい、西澤選手、ワントップにサンタナ選手、はい、4-3-3ですね、はい、はい。でベンチも、ベンチが、ゴールキーパー梅田選手、はい、剣持選手、吉田選手、ホナウド選手、はい、乾選手、オセフン選手、はい、最後北川選手の7人です。おお、なるほどなるほど。おお、はいはいはい。どうですか咲人くん、自分の予想スタメンと比べて。いや結構違いますね。なんかまあまあ結構違うね、うんうん、フォーメーションしかり、人の選び方しかり、まあ、ちょっと、うん、最初の方からちょっと気になるところ潰していきましょうか、はい、センターバック、まあね、メンバーは咲人くんと一緒ですけど、はい、右左が高橋選手は左っていうのは何か意図があるんですか。そうですね、でもまあ左もできそうやなっていうのが、まあ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 全然できそう。鈴木選手は多分右の方がやりやすいんかなっていうのはなんとなく去年見てて思ってたんで、そこに左の実力者が ね、いやーね、それはね、うん、来てくれたら、うん、来てくれたからよかったなっていう感じです。いやそれはね僕も若干感じますよ。鈴木選手、まあ、左もできますけど、はい、まあ、右の方がやりやすいんやろうなっていう、うん、で、うん、去年だって僕も達田選手左やると思ってましたもん、はいはい、うん、でもそこ逆やったんで、ね、なるほど、そっちもね面白いかと思います。で、まあ、左山原選手だとして、はい、まあ、右は岸本選手、これはそうですね、まあ徳島の頃から見てるっていうのもあって、うん、活躍を期待してる選手ということで、はい、で、まあ、希望スタメンではないですけどね、予想スタメン、確かに、ね、もちろんもちろん、うん、そのちょっと理由はちょっと弱いですよね、うん、まあ、J2 での実績あるんで彼は、あー、はいはい、はい、そういう意味ですよ、徳島で見てるっていうのは、あー、はいはい、まあ、そういうことね。右サイドバックで活躍してる岸本選手を見てたんで、なるほどね、ここはしっかりスタメンで使われるのではないかなと思いました。はい、はい、で 4-3-3 松岡選手、白崎選手で神谷選手でしたっけ、はい、インサイドが、はい、この辺はどうですか。まあずっとこの形というよりは、守備の時は神谷選手とワントップサンタナ選手が前出て、うん、2トップの形で守備して、はいはいはい、攻撃になったら神谷選手が降りてくるっていう、うん、まあ、去年のイメージですね、うん、それがまあ白崎選手と松岡選手の3人でうまく回ってたイメージがあるので、それが全然 J2 でも継続されるのではないかなというふうに思います。なるほど、はい。で右が西澤選手、左カルリーニョ選手、はい、いや、すごいね、咲人くんに引き続き西田選手はやっぱりスタメンと、はい、まあまあ、まあ、ほぼ僕に洗脳されてるみたいなところありますけどね。さすがに発生できないところはあるかもしれないですけども、ほんまに勝つからね、はいはい、彼出てた、はい、なるほど。でまあ乾選手をこうベンチに置いた理由としては、はい、まあ結構ベテランの域に差し掛かってるっていうのもあり、ちょっとプレイタイムを管理し始めるのではないかなというふうに、なるほど、思いまして、まあ外国人枠を使っているカルリーニョ選手をこう存分に前半から暴れさせて、うんうん、後半からちょっと70分とか
ぐらいから乾選手投入して、はい、最後ダメ押しとか狙えたかなっていう、相手が疲れたところで、はいはい、うんうん、なるほどね、はい、そうですね、はい、でベンチで言うと、吉田選手、はい、剣松選手、吉田選手、花野選手、はい、感じですね、うんうん、前線が尾瀬君選手、北川選手、うん、はいはいはい、尾瀬君、北川か、まあ、レレは外れるって感じですか、そうすると、そうですね、まあフォワード本当層が厚いというか選択肢が多くて、うんうん、すごく選ぶのは迷ったんですけど、はい、まあ、よりキャラの強い2人を選ぼうかなということで、はいはいはい、なるほどね、北川選手の起用法はどうですか。そうですね、まあセフン選手とこう相手見てどっちがいいかなっていう切り方はできますし、うん、なんなら右のワイドとかで、はい、うんうんうん、使っても面白いんじゃないかなっていうふうに、なるほどね、そういう感じの、まあ、中山選手入れるか迷ったんですけど、はいはい、北川選手右もできるかなってことで、うん、北川選手にしました。確かに去年の、 あの北川選手、乾選手、カルリーニョス選手みたいになんか3人わーって出てくるみたいな時期ありました、はいはいはい、いやあれなんかマリノスのパクリみたいなやつねマリノスのマルコス、うん、アンロペ、エウベル投入するやつ、ね、はいはいはい、はい、あれね、トス戦でしたっけ、あれも最初の頃ですよね、うん、その北川選手とか加入して、うんうんうん、そうね、あれは結構ねパワフルでしたよね、効果的でしたよね、あれ完全に相手あたふたしますもん、うん、J1 でも相当な波だったんで、ほんまや、 J2 やったら、うんうん、相当じゃないですか、くんなよって思う何しに来とんねんって思うよさ、うん、相手からしたらね、うん、もう70分戦ってピッチサイド見たらその3人構えてたし嫌やろな、嫌 やな、圧力あるよ、うん、はい、なるほどね、どうですかさきとくんからは。まあけど、まあだから1個気になるのはその剣持選手とのなんかエピソードとか1個あれば聞きたいですけどないやろな、さすがにないなないですか。あ、そう、ないクワガタエピソードないクワガタエピソード虫キング一緒に虫キングしたとかない。あ、ないな虫キング懐かしい。なるほどね、はい、じゃあまあまあ、予想スタメンはそんな感じで、はい、じゃあ次ちょっと希望スタメン瀬尾くんも色を出して聞いてみましょうか、はいはい、じゃあ希望スタメン、キーパーが梅田選手、おお希望で、3バックです。左から剣持選手高橋選手で吉田豊選手、おお遊んどる、あ、はい、遊んどるアンカーにアンカーに松岡選手、はい、インサイド左鳴岡選手、右白崎選手、はい、で左のウイングバック山原選手、はい、右の岸本選手、はいで、はい、トップ下に神谷選手、ワントップディサラ選手。いや遊んどる。ああ、よ、3-1-4-1-1。はい。ああなるほどね。で、ベンチは。ベンチが、権田選手。はい。選手。ベンチ4。ちょっと待って待って、入ってこう入ってこう、待って待って、こんなベンチ、うそやろ、ゴンダ選手、入ってこんな選手、うそやろ、北爪選手、ホナウド選手、乾選手、はい、西澤選手、最後斉藤瀬名選手、うん、ああなるほどね、あやったな、はい、だからもうオセフンとかサンタナとかはいないっていうことですね、そういう、はい、もう でかくて点取りそうな選手をもう使わないと。そうです、これやったな、さすがにこれやりすぎやろそんなんもう何でもありやん、いやいやいや嘘やろ、
あ、まあでも確かにパスは回りそうやな。はい、さっきのサッカーパス多く回せば勝てるでしょ。うん、そうですよ。いや、ポヤトスの見すぎ、はい、そうですポヤトスの見すぎやなこれ、はい、うん、だから アンカーでね、あの松岡選手がいて、ね、ケンモス選手、吉田選手が持ち運んで、はい、で、はい、いや、そうそうそこそこサイドのね、そこそこまずそこそこようようわからんというか、色出しすぎなとこそこよ、ケンモス選手と吉田選手、吉田選手ね、うん、何やそれ、まあ、吉田選手は名古屋で、うん、名古屋って昨シーズン4バックから5バックに変わったんですよね。5バックの3バック、はいはいはい、で、うん、変わると同時に吉田選手が出場機会を失って結果的に清水に移籍するきっかけにもなったみたいなのがありまして、うん、でもグランパスサポーターの間では、うん、まあ、ウィングバックは厳しいとしても3バックの脇で使って見て欲しかったみたいな声がありまして、うん、で実際まあ吉田豊選手そこで使ってみたら面白いなっていうふうに思ったんで、うんうん、アスピリクエイターになってくれるんじゃないかなっていう、まあね、うん、僕も思いますよ。それは3バックで一角っていうのは確かに、はい、うん、ありそうやと思いますよ。まず3バックで行こうっていうのが遊んでるけどね。まあでも3バックも用意してるんじゃないの、わかんないけど。あ、そうなのかな、まあ、それやとしたらすごいけど。だってメンバー的にさ、うん、やっぱウイングバックできる選手がいて、はいはいはい、確かに、うん、だまあ3バックの脇をどうするかですけどね、うんうんうん、やっぱ問題は、うんうん、そこで剣持選手とか、まあ、例えば菊池選手とか、うん、落合選手、その辺がね出てきてくれれば相当いいんじゃないですか。確かに、うん、でやっぱりね、鳴岡選手とか使ってきますね、瀬尾くんは。いや、うん、今年こそはブレイクしてくれそうな、うん、はい、気がしているのでここにちょっと入れてみました、うん、はい、いや、いいんじゃないですか。うん、うん、ディサロ神谷の前か、面白そうやな。やっぱ味出るね。瀬尾くんはディサロ選手好きそう。はい、うん、彼はいっぱい点取れると思ってるんで。そのサンタナは 何してるんですか、それは。確かに、あ、サンタナは移籍しました、うん、あ、移籍するんや。いやいや、じゃあなんで予想にはおんのどういうこと、どういうこと、希望ってこと、そう、出したいってこと。移籍した時のことも踏まえて、うん、っていう希望してみたと。はい、なるほどね。サンタナは別に家にいるわけではないや。ああ、移籍して活躍してるんですね。いや、それで言うと、じゃあ権田選手も別に、権田選手も移籍っていう扱いでもいいはずやん、サブに入れるっていう。これは何ですか、これ。権田選手を押しのけるほどの梅田選手。あ、それを表現したかったっていう。代表選手を。そこは移籍の日本代表っていう。正ゴールキーパーを押しのける、まあまあ。それぐらいのポテンシャルあると思ってるんで。確かにね。梅田選手はやってくれるんじゃないですか。はい、いや、いいですね。味、これ希望スタメン作ってよかったね。味出るわ。やりすぎやけど、すごいやん、ね、はい、嘘やん、うん、でまあ最後はね、僕がやりますけども、はいはいはい、僕はね、ほんで真剣にね、優勝するために作ってきたんで、おー、サポーター目線一番サポーター目線で作ってきたんで、ぜひ、ね、はいはい、最後の動画も皆さんお聞きください。はい、はい、まあ、ということで本日は以上にしたいと思います。はい、エンディングです。ラジオ11は Twitter、 そして Instagram やってますんで、フォローお願いします。お願いします。はい、ということで末尾編でしたけども、なかなか3-1、4-1-1というね、瀬尾くんが要ドラフトでやる意味不明なフォーメーションを意
使ってきました。あんま見たことないんですけど、はい、うん、あのフォーメーション好きですね。なんかそうですね、一番、うん、一番ロマンあると思ってるんで、あのフォーメーション、はいはい、それを当てはめてみました。まあ、面白そうですけどね。どうですか瀬尾くんは。まあ、何人か期待の選手出してもらいましたけど、今シーズン一番期待する選手は一人。一人、はい、奈良岡選手。おお、まあシーズン途中で松岡選手が抜けたりっていう可能性もなくはないと思うんで、うんうん、そういう意味でも奈良岡選手が一人立ちしてくれれば、清水もすごく安心して、うん、清水サポーターも安心して見てられるのではないかなというふうに思います。まあでも一人出しし始めたらそれはそれで海外行っちゃいそうで、なんか確かに難しいところではありますけど、あの年齢でね。確かに。まあでもかなりポテンシャルある選手なんで本当に頑張ってほしいですしね。あの咲人くんも瀬尾くんも希望スタメンのベンチにはね、斉藤聖奈選手が入ってくるっていう、はい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 、はい、あの僕の洗脳が結構効いてきてるんじゃないかなと洗脳された気はされてたか。あ、でもさ、そういえば去年もさ開幕スタメン要素鳴岡選手結構入ってたよ。入ってた入ってた、確かに、うん、だからやっぱラジーで全体としてこうね押し上げていきたいですね、鳴岡選手を。あ、なんか思い出した、確かに俺原輝樹選手ボランチ予想してたのに全然使わんかったな。あ、使わんかったね全然使わん、今思い出した。お前、あ、そんなあったね、あったね、うん、まあ、そんなんもね見返してみると面白いかもしれないですね。はい、はい、まあ今回はこんなところで最後のね吉木社長編もぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。ということでここまでの相手は吉木社長と瀬尾と富崎でした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。